1988年に、沖縄県石垣島出身の日カ英ー島袋優、上地等の3人で結成され、三宅雄二の生かす、バンド天国にも出場した。1990年のデビュー後、奈良早々や、島人ぬ宝などヒット曲を世に送り出し、紅白歌合戦にも出場した。所属事務所はアミューズ。レコード会社は、インペリアルレコーズ。 担当楽器の記載は公式サイトの表記に準拠。沖縄県石垣島出身の幼馴染3人が東京で結成。結成当初はハードロックを演奏していたが下手だと指摘され、後にブルース調の楽曲を作るようになる。1989年9月2日、TBS 系オーディション番組三宅祐二の生かす。 バンド天国にエントリーナンバー6番で出場。登場時トークでは、内縄口の発音に突っ込みを入れられる、上地が、植木等と一時違いだと名前をネタにされるなど、地方からの一参加者の扱いであったが、恋しくてを演奏した後評価は、一転、主として、歌詞の面で審査員全員の絶賛を受ける。グーフィー森は、手放しで、好きと言い切り、中島恵子は、 死が少なくても表している。伊藤銀次は気持ちよくてまだこの辺り痺れてると一言の意見もつけずに絶賛した。三宅雄二にはこういうバンドがチャレンジャーになったら比べるのが大変ですね。イカテンキングと投票された。この週は二代目グランドイカテンキングに挑戦したノルマジーンのファイナルステージであったが、結果的にノルマジーンを倒して二代目イカテンキングとなる。 グランドイカテンキングを阻止されたノルマ人員が番組終了後にメンバー全員で泣いていたことをビギンは今でも申し訳なく思っているらしく2007年のイカテン2007復活祭においても心情を語っているなおイカテン出場が決まった日に非華栄翔の祖母が亡くなっている葬式のため沖縄に戻った時もう東京に戻るなと言われていたが イカテン出場が決まっていたため、番組出場のためだけに勝つ気もなく、東京に出てきたところ、本人たちも予期せぬ、大人気となった。番組史上初のグランドキングチャレンジ阻止バンドとなった、ビギンは、生島博士が司会を務めた9月9日の2週目で、心ゆくまでブルースを演奏。ポキールラを倒して勝ち上がったヴィンテージを、翌週9月16日には、 ワンダフルトゥナイトで CBA を倒して3週目を突破。4週目9月23日には、ノーマネーブルーズを演奏。チャレンジャーアンビリーバブルワールドを退けた。なお、この3週の間には前述のポキールほか、アブドラザ・ブッチャーはぜひとも、スポーツ平和党、マリア観音も登場している。彼らが勝ち抜くたびに、地元の石垣島は盛り上がり、 園席でイカテンを見る地元の人々の姿が番組内の特集コーナーで放映されたこともあった。9月30日、ロンリーナイトで最後のチャレンジャーサイコを倒し、2代目、グランドイカテンキングを勝ち取った。この時期のビギンの楽曲は、次の対戦が決まるたびに1週間かけて仕上げてきたものばかりだった。1990年3月21日にプロデビュー。 デビュー曲の恋しくては,は日産自動車のコマーシャルソングにも採用された。この曲で織り込み音位を記録する。1996年、アステル東京の PHS コマーシャルソングに声のお守りくださいが採用されスマッシュヒット。2001年より沖縄慰霊の日の翌日を歌の日として歌の日コンサートを始める。2011年、 当初は6月25日の予定だったが、台風のため中止され、翌日急遽、代わりのライブ、石垣島歌の日、ハッサムを、メアリーを、を開いた。その翌年、6月30日に、ビギンの出身地でもある石垣島で、初めて開催された。2005年、デビュー15周年を記念し、初めての日本武道館及び、大阪城ホールにて記念コンサートを開催。 大阪城ホールでのコンサートはトラブルにより延期となるが、代わりに大阪城ホールコンサートの予定日に万博記念公演にて1500円という破格で親子連れ OK の野外コンサートを開催した。事務所アミューズの先輩であるサザンオールスターズの桑田圭介の呼びかけにより2006年8月26日8月27日の両日開催された。 ザムジン島フェス2006に参加。沖縄のホームソングを中心となって制作し、2007年4月から、琉球放送で放送されている。デビュー20周年を迎え、第2の故郷である大阪を選び、2010年3月21日、大阪城ホールで、ビギン20周年記念歌えるだけで、丸儲け、大阪城ホールコンサートを開催した。 ビギンデビュー25周年当日の2015年3月21日に、地元石垣島で、ビギン2 5周年記念音楽公演石垣島で、会いましょうを開催。2018年夏、新曲2曲、バンドをクモーヨと、飛んで、火に入る腹の虫を配信。バンドをクモーヨは、ラジオ深夜便深夜便の歌として放送され、飛んで、火に入る腹の虫は、 NHKBS プレミアムの単発ドラマ、戦争メシのエンディングテーマとして使用された。2019年10月16日に、ビギン3 0周年記念ベストアルバム、ガジュマルベストを発売。誰でも簡単に弾けるのが、特徴のギターと三戦を合体させたような、オリジナル弦楽器15、151回を作成し、セルフカバー、洋楽、スタンダードなどを収めた。 アルバム151回シリーズを発表した。シリーズには通常の151回連歌版のおとらい、さらに小ぶりになった丸型の創生が存在する。創生は外観がウクレレにそっくりであるが、調弦方法は全く異なる。1989年11月アルバムビギニング1994年12月1日シングル ペーパームーン再開のテーマ1997年1月21日シングルウィッシュ鳥たちよ2004年1月1日アルバム定畜アワー151回2005年5月25日アルバムビギニング2005年7月17日シングル心の小玉2006年8月1日シングルティタナダ2006年8月1日シングル 八重のふるさと2006年8月1日シングル、あららがままた、ワイド2006年8月23日アルバム、父参さんか2011年3月2日、アルバム、ビギンゥエンティースアニバーサリースペシャルトリビュートアルバム2011年3月2日、アルバム、ビギンゥエンティースアニバーサリースペシャルカバーアルバムまた、2008年 FNS27 時間テレビ、で、笑顔のまんまを、作詞。 作曲している。1998年5月21日、祭り林、ゲームトリビュート2002年3月6日、ワオン、ソングズ・フォー・チルドレン2008年10月22日、サダ・マサシトリビュートサダの歌2009年7月21日、ボーマニア、ザ・ブーン・スペシャル・ベスト・カバーズ2011年5月25日、レッツ・トライ・アゲイン2011年12月14日、 ハッピーホリデーズ、シティポップスカバーズ2012年5月2日、キングオブ。ソングライター、ソングスオブカバーズ2005年7月6日、ビギンフィフティーンスアニバーサリーコンサート、ワンダフルトゥナイトアット武道館2005年7月6日、ビギンフィフティーンスアニバーサリーコンサート、ワンダフルトゥナイトアット大阪城、ホール2005年7月6日、 ビギン1 5周年ドキュメント音楽旅団そしてライブが始まる2005年7月6日ビギン1 5周年記念 DVD ボックス2008年2月27日ビギンアコースティックコンサート2007ライブイズオーライ2021年9月15日沖縄から歌開き歌の日コンサート2020イン石垣島ウィズジャルホノルルマラソンありがとうございます